今回は、イタリア料理を食べに行こうという最高の日常会について紹介していきます。それでは早速どうぞ。本筋に全く関係ない上にバトルもないのに、名エピソードのやつ。こういう日常会好き。ジョジョリオンでも料理シーンや食事シーンは面白かった。ふわふわだろう、どや？これを読んだせいで俺の中ではもうカプレーゼはモッツァレラチーズとトマトのサラダなんだ。プッタネスカも小風スパゲティなんだ。危なかったのも包丁投げられた時くらいの平和な話。包丁投げられるのが平和？最近 Google の検索トピックに暗殺者のパスタみたいなのがあってトニオさんの料理か？と思ったわ。イタリア料理って割と物騒な名前多いよね。悪魔とかそんなの。イタリアに限った話でもなくてドイツには死んだおばあちゃんって名前の料理があるらしいし日本の親子丼も大概よ。日本で言うとめちゃくちゃ辛い食べ物を地獄って言ってるようなもんよね。ある意味四部を象徴するかい。別に戦いだけがスタンドの見せ場じゃないんですよっていう。小風パスタプッカネスタ大好きになってイタリア料理屋で毎回頼む体になったわ。そしてサイゼリアはモッツァレラチーズとトマトのサラダは元のスライスタイプに戻すべき。しかし執筆された年代考えると荒木先生、おしゃれなもの食べてたんだな。読んでた当時は大げさと思ってたけど、北海道でモッツァレラチーズとトマトのサラダ食べたら本当に奥安みたいになった。マジでうまかった。おととい初めてこれを読んでガッシュの後書きはこれのパロディだったのかと知った。アフリカキリマンジャロの5万年前の雪解け水が無料の飲み水とか赤字になりそう。ジョースケと奥安は学生だから頼めないけど大人ならワインとか注文するだろうしそこで採算取れるんじゃない。主人公たちがひたすら攻撃をかんぐって本当に何もなかったやつ。この回しか出てこないのに大人気なトニオさん。妖怪岩での再登場嬉しかった。うまそうな料理には勝てない。確かキラの存在を知り合いのスタンド使いに知らせる回でいなかった？その回と最終話には出てくるけど、その場にいてちょっとセリフがあるだけで出番とは言えないと思う。たまにですらもう一回はスタンド使う出番があるのに、ただデートには適してなさそうなのが残念。光一くんにはゆかこさんの手料理があるから大丈夫か。ジョジョの4部アニメ化の時にカットするならシナリオに関係しないここだろうな。でもこの話カットはありえないで一致してたの笑う。初任給で親を連れて行きたい店だな。値段10倍どころか100倍にしてもまだ人気出そうな店。新しい歯が生えますというだけでインプラントよりめちゃくちゃ安いわ。場合によってはかなり10秒でも治るんだっけ。食材の薬効を過剰に強化する能力だから症状に少しでも効く食材がないと治せない。東京にこの回モデルのイタリア料理店あるんだよな。事前予約でまんまのコース食べれるらしくて一度行ってみて。イタリア料理を食べに行こう。ちらりと経歴見たけど濃いなこの人。いいね。ラベットラで修行したなら気軽なイタリアンっていうコンセプトも納得だわ。落合シェフは手頃な値段で美味しいイタリアンをっていう人だからこの話のせいで毎回これ味わかんねえなーって思いながらもカプレーゼ頼んでしまう俺がいる。カプレーゼはわかりやすく言うと、フレッシュチーズとトマトの刺身だ。素材の味を意識するようにするといい。オリーブオイルや胡椒はあくまでアクセントな。初めて読んだジョジョがトニオさんの話が載ってる感だったから印象深いわ。あのままずっと日常が経過してたら、いい店だと評判を聞いたキラが、手首の彼女を連れてきたりとかもあり得たのかな。さすがにキラの殺人趣味は治らなそうだが、トニオさんが不審な匂いを感じ取ったりはしたのかな。ライク先生がこれのパロみたいなのしてた覚えあるわ。まあ、何かの勘違いかもしれんが。俺はむしろこれでモッツァレラ知った世代。ちゃんと料理がジョジョ風なのも面白い。ロハン先生とトニオさんのコンビいいよね。辻彩のシンデレラもだけど、プロフェッショナル特化型のスタンドいい。個人的に食べてみたい漫画飯ランキング堂々の1位。味もそうだけど薬効で健康になりてぇ。肥満の人が食べたら全身火だるまになる料理出してそう。肩こりや腹痛でもああなるなら肥満も解消の対象だろうな。アンジェリカも弟じゃなくてこっちに出会えればよかったのに。この手の話題で毎回薄毛を直してもらおうとするやつに対して死んだものはどんなスタンドだろうと直せないんだっていうの残酷で好き。トニオさんがロカカカで料理したらどうなるだろう。元ネタと言われている筒井康隆の薬剤飯店もみんな読もう。中華料理の微妙そうな描写と薬効の説得力のクオリティが高い。最終的に悪いものを下から大放出したりちょっと下品だけど元ネタの小説は最後勃起が止まらなくなってお店の女の子とするんだよね。ED 治療でトニオさんの料理食べたら面がとんでもないことになりそう。ニキビすごい人だったら全身の毛穴から汚れた皮脂とかが勢いよく吹き出てきそう。
いくら客が喜ぶからってあんな血とか油汗が飛び散るのは飲食店としてどうなんだろうか。テーブル2つあるけど、身内以外問い合わせたくない店だ。このぐらいやべえぞ。で、資格化させるためとはいえ、赤を回収する上介はすげえよ。薬剤飯店でも他の客が入ってきて主人公がバケツに履いてるのを見て店を出る。って描写があったな。飲食店であれは致命的すぎるわ。これの次がレッチリ戦なの。いろいろと起伏がすごいなと思った記憶がある。冷静に気を使ってる割に厨房に犬いたり赤の塊を皿に乗せて持っていくからな。皿に関してはお物回収専用のものだったりするのかもしれんが。4部は日常でスタンド能力の使うシーンが魅力的すぎる。いつも思うけどあのコースで3000円って安すぎるだろ。パスタ食う時によく見てる。当時は怒ったトニオさん怖って思ってたけど食品関係のとこに就職して厨房に消毒なしで入ってガチ切れする気持ちがわかったよ。金のさじでもあったけど、変な菌でも持ち込んだら食材は全部ダメになってお客にも健康被害出て、関係者路頭に迷うもんな。ワンコは可愛いので俺の心情的にはギリギリセーフ。厨房横で犬飼って、なんなら元気になったら厨房にも入ってくるのだけはやめろ。さすがに衛生局が黙ってないぞ。霊園横という微妙な立地で、上介と奥安は下校中に発見した感じなのが不思議だったけど、アニメで形町の墓参り帰りって保管がナイスだった。偽物が出た時に学生服姿で日光浴していた家教員も見習え、健康になるの次元が違う、羨ましい。奥安の食レポめっちゃうまくて毎回笑う。奥安がジオの金とはいえ豪華な生活してたんだなぁとわかる教養が見える食レポ好き。バカなりに兄貴にテーブルマナーとか教えてもらってたんだろうかなぁと推察できる。冒頭の上介と奥安の会話が可愛い。うろるん。健康になるのは当然スタンドの力なんだけど味は純粋にトニオさんの腕によるものなのいいよね。しかし文字だけでも美味しそうだと思えるスレだな。4部が独特の人気が多かったり荒木先生も大好きっていう理由が超能力バトルと日常生活のギャップのバランスが絶好調にいいことだと思ってるから。トニオさん会はマジで調理の下味のような感じで4部の明るい面の象徴かもしれん。 VS 殺人鬼とか矢の陰謀とかで疑心暗鬼になってるけど、そういやここはエジプトじゃなくて平和な日本だったなって再確認させてくれるかい。顔面スレスレに包丁を投げるトニオさんの投擲能力は異常。手を洗わずに入って調理場が汚れるのは食品関係者として許せないのはごもっとも。食中毒出せば栄養停止になる。でも怖えよ。歯が再生するの最高だよな。ジョジョがきっかけで食べて好きになったもの、クッカネスタ、カプレーゼ、ケバブ、マルガリータピザ。私、実際に同じメニュー食べに行ったよ、自慢。都内だとトニオさんみたいなイタリア人がスタッフやってる文字通り本場のイタリアンのお店もいくつかあるから巡ってみるといいよ、エリオロカンだとか。この路線でグルメ漫画もやってほしい。井の頭五郎がトニオさんの店に入ったら、どうなっちゃうかな。メロンのパフェは高くて手が出なかった。宝くじ当たった回で上介がトニオのフルコース食べに行こうぜって言ってるあたりすごく日常に馴染んでるの感じて好きだった。日常がテーマである4部の象徴となる回だよね。